ても簡単です。まず紐をかけます。紐を締めます。次にマスクを当て、ゴムをかけたらくるっと回して完成です。大体、上の縁が鼻の真ん中に来るように当てます。人の顔の形によってちょっと顎の部分の隙間の出方が違うので、できる限りフィットするようなサイズをお勧めいたします。人の顔の大きさによって、サイズが異なってきますが、この方の場合は顎の隙間ができてしまうので、このように布などを入れて隙間ができないように調整をしてください。素材もとっても柔らかいんです。苦しい感じは全然ないですね。マスクで普段稽古してるんですけども、まあ、マスクより全然息も吸いやすいし、ペチャッとくっつくことがないので、すごい稽古にはすごいいいと思います。どうですか、使ってみて。いや、先輩と同じように、どうでもつけやすくて息がしやすくて素晴らしいと思いました。